サッカーをもっと楽しく見るためにミルクサッカーアカデミーのメンバーでございますよ。ノーミルク砂糖でございます。教えてくださいね。お願いします。次はこちら。データ通信も2021岩手グルージャー森岡編。ああ、待ってました。合格おめでとうございます。あ本当ですよね。おでたいということでえシーズンが終わって全チーム相ということで北から南までね、カテゴリー関係なく全チームやってますこのシリーズでございます。はい、今日は森岡る。よろしくお願いします。 まあ、あとでね、まあ、この裏にもちょっと透けて見えると思いますが、いろんなデータを駆使しまして、ええ、お伝えしていこうと思いますけれども、まあ、本当に昇格になりましたが、あの、じゃあ、まあ、単純に考えて、まあ、あの、まあ、要は、一昨年かなの、実はグルージャさんで J3 実は最下位取っちゃったってシーもあったじゃないですか。どうでしたっけはいはい。それもあったけど、そこからノバさんがね、ついたりだとかもいろいろあったけど、 まず、何が良かったかって、まだそんなに語られてないところあるじゃないですか、今思えば。なるほど。なんと、まあさ、皆さん。データがもう、明らかにしてくれていた炙り出しちゃいましたそうなの。あらまちょっと。しかも、あらゆる観点であったので、はい。もう、特にグルージャサポーの皆さん、そして、J3 でやっぱり昇格したいよって思ってらっしゃるサポーターの皆さん。はい。これ見れば、めっちゃわかる。あ、なるほど。どの辺が強かったのかっていうのね。ていきたいと思います。わかりました。 では、こちらでございます。まずはこちらから、どどどんどドンまた。ずはこちら。はい。2021シーズンの月別、状況別の、え成績一覧ということになりまして、えこれね、グラフの部分は下のね、表の部分とも対応している、まあ、2、3月から4、5、6、7、8、9、10、11、12と、月別のね、平均価値でのグラフとなっておりますよと。で、下のところは水色、オレンジ書いてますが、水色のところが良かったよっていうところで、オレンジのところがまあ、うーんといったところではありましたと。 やまあ、見てくれれば、なんか、とりあえずグラフが基本的に上の方にあると。そうですね。高値安定じゃないですけど。はい。これよくあるのが、あの、1試合平均価値点が2.00っていうところにいると、あの、まあね、突飛なシーツもあるかもしれませんが、基本には優勝昇格ラインに入ってくれるところがあるので。二2だったら優勝ですよね。月で。そうなんですよ。あの、ちょっと川崎とマリノスに関してちょっといろ置いとかなきゃいけないんですが。そね。別次元になっちゃう。そうそうそう。で、見ていただきたいのが、グルージャさんは、あの、 昇格に対するデータ量っていうんですかね。はい、多分ご自身で森岡さんが持っていたデータ量がかなりのものだったんじゃないかなと思っていて。うんうん、あの、はあ、そうなんです。昇格するこれ J2 から J1、J3 から J2、はい、両方とも絶対ある時期があるんですけど、それで2点あるんですよ。うん、1>, 1点目があの、上でずっととどまる、ずっと1位でい続けるとかあったらそれは昇格じゃないですか。はいはいはい。はいはい、で、もしくはな観点がもう1個あって、うん 前半に比べて後半戦が圧倒的になることっていう感じなんですよ。うん、ああ、なるほど。一番右のデータご覧ください。五輪前後比較っていうところで、ベイスリーさんはオリンピックの前と後ろのところ、両方とも14試合ずつあったんですが、オリンピック前が一試合平均勝ちで1.57に対して、後半戦2.21。もう一気にゴンとこう上げたってとこう、ね、優勝以上のね。 そうなんです。あれですもんね、数字ですもんね。そう、後半戦だけなら、なんで、はい、グルーチャーさんは優勝どころか、圧倒的優勝レベルに至っても、あったんです、ねえー。ちなみに、最終成績は2位ということですよね、紹介。そうなんです。はいはいはい。 だこれは、やっぱ前半戦でやってきておきながら、まあ夏後のね、あのー、もちろんいろんな選手の成長もあったと思うし、あとは野沢大衆ブランドン選手や和田正史選手等の、やっぱりこうね、もう実績というかね、大丈夫だってこう思える選手をこう持ってこれたっていうのも、うん、でかかったんじゃないかね。はいはい。うん。いうところもあったんじゃないのかなと思います。あ、皆さん、特にあの、グルチャのサポーターの皆さんなんかは、うん、いや、もう今年は良かったからね、なんてもう今ね、笑顔で見てらっしゃる方多いんじゃないかと思いますけれども、あのー、さすがに全部1ヶ月単位でここ 細かく言っていくと、ちょっと時間が30分、40分あっても足りなくなっちゃうので、スーンって進行していこうと思いますから、気になったところだったら、一時テストとしていただいて、見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。本当、9月からの成績、こぶるすごいね、これ。ここすごいっすね、勝ち点なんかね、ずっと2位超えでしたからね、素晴らしかったと思います。続いて、今度は選手別のところで見ていきますこちらでございます、どんと。 こちらは選手別の出場時間、割合が右に書いてありまして、左側がねメインのポジションとかになっておりますと、これがね、良かったなと思うのが、右側のグラフで、の下の方ちょっと見ていただきたいんですね。い,いわゆる中村泰輔選手以降、ちょっと何人か指摘していこうと思うんですけど。 あの、中村選手、有永選手、小野田選手、佐々木選手、牟、うんうん、田選手、脇本選手など、やっぱディフェンスの方々がずっとこう、がっしりされていたというか、基本的にずっと出てた方が多くて。うんで,ね、で、例えば、そうなんです。高卒ルキのね、びに、あの、ビスマルク選手なんかも、まだ8.1%しか出なかったってのはあるけど、ぶっちゃけ途中出場ではありましたが<れ>要は。終盤戦はね、最後必ず出てくる感じになってましたけどね、攻撃。だから、えー、自分たちの、あの、 各やり方みたいなのがモデリングしっかりされてたから、えー、先発はこの人で行きましょう。で、中継ぎこの人、抑えこの人みたいな、うん、そんな感じが、うまくできていたんじゃないのかなってのが、うん、すごく確立されていたのかなと。えー、あとはね、先ほどもお伝えした通りですけど、うん、まあ最初ね、土井選手が行ってっていうのがキーパーもありましたが、はい、後半戦になってから野沢選手がね、しっかりと守護神に定着したってことも大きかったし、はい、あとね、 皆さん、今までのグルージャじゃ起きなかったことが正直起きてるんです。これね、一番まで、ブレンデルさん、そしてシカマさん、和田さん、いらっしゃるでしょほ他にも、例えば他には、増田さん、佐々木さん、あとは野澤さん、ほか今言わなかったところで言ったら、加賀美さんとか、田平さんまあ結構ね、この原動力になった選手、結構いると思うんですが、 なんと、この昇格の原動力になった選手のうちの、はい、半分以上が、東京世代以下の年齢。なるほどね、若いんですよね。そうですね。秋田監督によるそんなところのマネジメントなんかもかなりうまくいってたんじゃないでしょうかと。うん、いうあ、ね、のもあったんじゃないかと思います。そんないろんなね、後半戦上がってきたよとか、うん、若手いっぱい活躍したねとか、はい、いろいろあったんですけど、じゃあ、プレイ面でどうだったのかがね、うんうん、やっぱり皆さん、 気になるところだと思うんですね。はい。見ていきましょうか。はい。こちらでございます。レーダーチャートと。はい。はい、こちら。でんな、はい、レーダーチャートが出てまいりました。これ、左側のね、レーダーチャートの ABCDEF なんてのが、右側のね、カラーリングとも対応するようになってるんですが。はい。はい。ちょっと、あの、特にね、あの、オレンジの下のところとか大変なことになってますよね。ええ。あの、なんか、下にきューって、なんか、変数の中でもプレスの、ね。 そう、項目1個すごいのが出てるよと。だからだこれ。これね、<ー>22のところで、これピンチ直面っていうところなんピン,ピンチにすらならなかったっていうのが多いんですけ、ね、ど。 非常に薄いた率がすごいってことですね。はい、あですね、まさにね。リーグ1。これあの表の見方なんですけれども、あの真ん中の太くなってる白の部分がいわゆる偏差値50のところ、平均のところを表していて。左のでっかい表ですね、まずはね。そうですね。はいあ、と、そう。で、あと一番ね、大きいところが偏差値70ところになってくるんですが、まあ基本的に C のところ以外はね、グルージャー全部項目上回ってきたというところがありましたとこれシュートブレイクビルドアップ左はその全体の平均値ってことですよね。そう言い方でいいかな。リーグ偏差。 で、その細かい内容のリーグ偏差がさらに深めてあるってことだよ、ね、中でね。そうなんです。そうなんです。だから、まあ、よくね、こう、いわゆる、いわゆる上振れしてるというか、変数70に近い項目が多いのは、やっぱディフェンス面の方なんだろうってうのあるんですが、果たして、じゃオフェンス細かくはどうだったのか、ディフェンス細かくはどうだったのかをちょっとね、見ていきたいなと思いますので、細かくいってみましょう。はい、まずは、じゃオフェンス面からこちらでございます。ドはい。あ、こちら。はい。はい。こんなのがね、はい、えシュット、ブレイク、ビルドアップという三 かける6の合計18項目は持ってきたんですが、グルーズさんまず良かったのがですね、え丸1ですね。一番左緑のところのゴール。うん。一試合平均ゴール数が1.54と、なんとリーグ内2位の。ですね、取ってますね。そうなんです。そこがあったんですが、これちょっと面白いのがね、あの、一番右のビルドアップっていう項目の13っていうところと、あとは17っていう項目を2つ見ていただきたいんですが、ただ、 でこのチームはの、パスの成功率は61.7%とちょっと低く、うん、で、あと、アタッキングサードに侵入した回数ってのも、はい、あの、15チーム中、14位の成績で、だあらっていう。侵入数は少ないのに、ゴール数は2位なんだ。これでも皆さん分かりましたかグルジャの今年の強さってのは、はいあの、いわゆる普通のチームより、ほんのちょっと多分2メートル、3メートルぐらいなんですけど、うん、ちょっとだけ後ろにいるんですよ。全体的に。定位置よりも。そう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 。 にいておいて、相手に、やべ、グルーじゃどこ攻めたらいいんやって思わせておきながら、パッとできるだけ奪ってしまって、はい、ゴー。もしくはコーナーキック奪いまして、はい、ドン。少ない手数でも、しっかり決めきることのできるチームに仕上がっていたってのが。先戦ブレンダルに当てて、収めて2列目アタックみたいなね。そうなんコーナーキックは無駄でドンみたいなね。そうなんです。だから、このチーム、ちょっとあのね、 丸四っていう枠内,パーセンティ枠内パーセントっていう枠内に飛んだシュートは、ちょっと率は、はいはい、低かったっていうのはあるんですけど、このチームに関してはこれで良かったっていうのもあるんですね。あそ,うすそう、ですか枠内に飛ばなくても、うん、例えば相手のシュートブロックとか食らって、はい、コーナーキックを取ってしまえば。 ほど。それでええねんっていうチームでもあったわけです、ね。それも一つの狙いだったということですね。そうですね。そうですね。これがだからちょっとデータの解釈、ただ単に数値だけ見たら、はい、え、うちのチームちょっと15チーム中11で低くないって思うかもしれないけど、思えばそういう狙いもあったんじゃないかと考えると、ちょっと膝ちょっとパンって叩いちゃいますね。いろんな戦い方があるんですね。だと思います。それにより守備の方を見ると分かってきて、うんはい、こちらでございます。はい。 え、こちら、まあ、すごいのがですね。今、そうなんですよ。まず一個が明らかにおかしい。はい、こちらですね。いねはい。はい。22番のところでピンチ直面パーセントってのがあるんですけど、はい、要は、いわゆるペナルティエイに侵入されてたとかっていうケースが、うん、まあ、めちゃくちゃ低かったというのがやっぱりあったんですよね。 そう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 。だから、ゲートのところの25番とかもあるんですが、要はもうペナルティエリアに入られた回数っていうのが1試合平均7.8回ってしかなくて、これあの、たいね、平均すると J1 でも J2 でも J3 でも20回ぐらいあるんですよ、普通は。1試合中で。半分以下。入らせてないんだから、そりゃ、そりゃそうだってレベルです。センターバックで跳ね返してたとかでもないってことだ。 もうだから、クロスさえもさせない、スルーパスさえも取らせない。だから、ここ、その下、まずはんな見てほしい。インターセプトのところもなんとリーグ2位っていうことで、あ,あらかじめて奪っちゃうというのが、このチームはうまくいっていたというのがあったんですね。さすが、秋田監督、守備戦術。そうなんです。できている、ちゃんと。そうなんです。だから、その下のところ、実はタックルっていうのは、実は15チーム中15位っていう成績にはなってるんですけど、要は、肉弾戦でドーンってこう取りに行かなくても、 頭の部分でも奪えちゃってたから、はあね、わざわざタックルしに行かなくてもできちゃってたんですね。えー、追い込んでたってことですか。そういうことでございます。えー、それがすごくうまくいってたんですね。はい、だからここも心配しないでっていうのが、あの、一番右のゴールキーパーのところも、結構、はい、なんか31から34まではすごく上振れしてるんですが、うん、35に関してはなんかめちゃくちゃ平均より下回っちゃってるんですそうですね、35。うん だこの35点の人実は、セーブ数に関するもので、うん、ああ、なるほど。要は、ドイツさんも野沢さんも、セーブする前に、れそういうこというああ、なるほど。 だから言ってしまえば効率的なことを考えたら全然これもこういうことなので、あんまり気にしなくていいよっていうところがあったんだよ。これはだからディフェンスの立ち位置を素晴らしくすることによって、あとは攻撃はもう相手が侵入してきたところでいけーっていうところでのクリティカルヒットで攻撃していったっていうのがありましたから、それだけの立ち位置、オフェンスの仕方なんかも全部整える、トータルで整えることをできたクルーシャが強かったっていう。 話にななっていいたのかなと思いますはあはあ、はあ、素晴らしいですね。素晴らしいチームですね。はあ、す来年の、だから、秋田グルージャー、秋田グルージャーって言うとよくわからなくなりますけど、岩手、うん、グルージャー、盛岡、秋田豊監督率いる、このね、うん、チーム、また注目してこれどうなんだろう ?J2 であの戦い方って継続なのかなちょっと変えるのかなまあさんはさすがですね <laughs>、えー。グルージャーを今お聞きの皆さん、うん、そしてまあさん。はい え、なんとこれからですね、うん、えー、我々これ12月9日だいたい18時頃撮ってるんですが、うんうん、えー、この次に収録する動画が、うん、えー、ブラウブリッツ。あ,あー、来たでしょなるほど、<私>なるほど、そうか。彼らが1年間どう戦ったかっていうのがうちょっとヒントなわけね。 そうなんです。なんでっしでった J3 をね、J2 で。そうなんです。グルージャの皆さんは、ぜひ、飽きたのを見ていただきたい。だから、どうすればいなかったか、そこで分かってくるよと。本当にね、残りましたもんね。危なげなくて。そうなんです。そうなんです。なるほど、分かりました。なので、そちらも合わせてよろしくお願いします。分かりました。はい。はい、ありがとうございました。ということで、このシリーズ中心部を北から南へ下っておりますので、ぜひね、いろんなチーム覗いてみてください。そして、いろんなテーマで毎日やってますので、このね、動画ももしよかったら、チャンネル登録、そして、グッドボタンで応援していってください。 明日お会いしましままょうサブアカウントもやって皆さんありがとうございました。